なぜわざわざ潰す必要がある？家中の批判をかわすためです。仕方ないんじゃないですか。聞こうか、何をしに来た？わかった。だがその前に一ついいか。去るお方があんたに用が終わりらしくてな。俺がひとっ走りお呼びしてくる。その間ここの面々と手合わせしてくれないか。みなあんたの腕前に興味津々なんだ。仮にも客人に無礼な。大久保さんだってこいつが気になってたんでしょうに。薩摩で鍛えた腕前見せてやってくださいよ。いや、興味があったのは事実だ。頼む。処理してかかれ。ここまでか。立ち会ってくれたことを感謝する。双方見事であった。そなたに。